姉ちゃん。葵、やっぱりここにいた。葵ももっと稽古した方がいいよ。青なら頑張れば絶対上達するって。そうかな。でも私、お姉ちゃんみたいに才能ないから。そんなことない。青ならできるよ。ありがとう。でもやっぱりお姉ちゃんすごいな。この間の町の大会でもまた優勝だし。男の子だってお姉ちゃんに勝てる子いないよ。青、それ褒めてるの？あれはまぐれはまぐれ。青も頑張ればすぐだって。私は全然。それにお姉ちゃん勉強もできるしさ、美人だし、なんか非の打ち所がないというか。はあ、おだてたって何も出ないよ。青にだってすごいとこあるじゃん。ほら、習字なんてさ、村で一番じゃん。今度私にも教えてよ。うん。ね、あのね、お姉ちゃん。試合も戦ったんだって。え、強い。さすが茜ちゃん。そんなことないよ。すごいな、お姉ちゃん。うちのお姉ちゃん、やっぱりすごいですよね。お姉ちゃん昔からすっごく強くて、勉強もできて、友達もたくさんいて、本当、私が持ってないもの何でも持ってる。でもすごい誇らしいんですよ。人にそれを自慢してるとこも見たことないし、私にもいつも優しいし、私もお姉ちゃんのこと大好きだし。でもやっぱりその悔しくて。
葵ちゃんは何も思ってないのかい？お姉ちゃんは習字を褒めてくれました。青には勝てないって。勝つとか負けるとかそういうものなのかい？上を向いてもキリがない、下を向いてもキリがない。自分を見なさい。葵ちゃんはちゃんと素敵なものを持ってるよ。まだ見えてないだけだろう。はい。さて、葵ちゃん、稽古で喉が渇いたろう。お茶でも入れようか。あ、すみません。あれは。うん？ああ、あれか。今朝近くの村の者からお祓いしてほしいと頼まれてね。お祓いですか？うん。昔ここいらの村を治めたお侍たちが使った刀だということらしいが、何やらそれは妖刀とされるものだったそうで、刀の持つ強い力に心奪われ、そのお侍たちは敵味方関わらず大勢の人を切り殺したとの言い伝えでね。そんなだから村の人らもたたりがあるのではと捨てるに捨てられず、お祓いしてほしいと頼んできたのさ。古いものだしきっと歯は錆びてるだろう。まあとかく言うわしも確かめてはいないがね。力。葵すみません、郵便です。ひらぎさん、いらっしゃいますか？すみません。はい。役場から。この度、毎年恒例となる県の書道展覧会において、我が村からあなた様の作品を選出させていただきましたので、ご報告いたします。ひいらぎ、あかね様。
お姉ちゃん。青。ねえお姉ちゃん、私強くなったよ。